今回のタイトルはクラーケン取引所カルダノと XRP ユーザーをサポート資産監査の証明に追加です。ぜひ最後までお付き合いください。トップ暗号取引所クラーケンはカルダノと XRP のユーザーに対するサポートを拡大しました。クラーケンは最近のブログ投稿で新しい資産 BTC、ETH、USDT、USDC、XRP、ADA、ドットを資産証明監査に追加することを発表しました。資産証明監査は取引所でこれらの資産を保有するクライアントがクラーケンの残高が実際にグローバル取引所が確保した実物資産によって裏付けられていることを独立して検証できるようにする会計手続きです。グローバルな会計事務所であるアルマーニの LLP が最近実施した監査では、クラーケンが取引所のクライアントに属する上記の全ての資産と、クラーケンの業界をリードするオンチェーン及びオフチェーンステーキングサービスで保有する資産を安全に保有していると判定されました。カルダノの資産証明監査は、そのステーキングプラットフォームも対象としています。記法の通り、カルダノは最近、バシルテストで新たなマイルストーンを設定しました。待望のバシルハードフォークはこれまでカルダノにとって最も重要なアップデートの一つであることに変わりはありません。バシルはカルダノとそのプルータススマートコントラクトに大きな改善をもたらすことが期待されているためです。カタールのビッグプレイヤーとされるリップル。リップル社は国内での画期的な成果を受け、 C ウォレットの CEO が最近のインタビューで主要なプレイヤーとして挙げています。記法の通り、リップルのパートナーである QNB はカタールからフィリピンへの直接送金サービスを開始し、歴史的な偉業を成し遂げました。これによりカタールの銀行で初めてこのサービスを導入したことになります。 QNB はリップル社の金融技術リップルネットの活用により、フィリピンの民間ユニバーサルバンクのトップであるチャイナバンクとの接続を確立し、本サービスを提供します。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。